エリザベス女王の国葬を前にロンドン入りしている天皇皇后両陛下は18日チャールズ国王主催のレセプションに臨まれる模様です。昭和天皇の時代から3代にわたってエリザベス女王と深い交流を続けてきた皇室にとって今回の弔問はそれだけに特別な思いが込められているように私には見えます。天皇皇后両陛下は現地時間17日夜、およそ15時間のフライトを経てイギリスに到着し、車でロンドン中心部のホテルへと移動されました。18日午前中はホテルで長旅の疲れを癒し、今後の日程に向け体調を整えられた模様です。夕方からバッキンガム宮殿で行われるチャールズ国王主催のレセプションに出席されることが検討されています。そして両陛下は19日午前、エリザベス女王の国葬に臨まれます。